岸優太ナンバーアイでも無二のキャラクター発揮笑顔と親しみやすさの裏にあるひたむきな姿。10月15日にナンバーアイのメンバーとして活動をスタートした岸優太同日には X、旧ツイッターのアカウントを公開し、X を始めました。岸ですよろしくお願いします。と簡単多めに使いながら自己紹介文を投稿。 これには現在までに39万件のいいねが寄せられるなど、初投稿から大きく注目を集めた。かねてから騎士の綴る文章には反響が寄せられており、騎士公文、騎士君公文として親しまれてきた。ファンのみならず、SNS を持つ企業アカウントにまで波及するなど、テキストでも人々に笑いをもたらしてきた。 騎士はグループ活動に加えて、これまで単独でもドラマに映画、舞台、バラエティ番組などに出演してきた。特にバラエティ番組では、会話のラリーからたくさんの笑いを振りまき、多くの共演者たちから可愛がられてきた印象だ。特に、かつての先輩たちとの共演では、その愛され具合が加速。 ノさん日本テレビ系、歴史が自宅で30秒で作れるうどんレシピを紹介した際には料理そのもののみならず調理をする姿からも笑いを誘い最後には誰もが予想だにしないハプニングを巻き起こし共演者に加えて視聴者をも笑いで泣かせるほど強烈な爪痕を残したこともある。これも騎士のキャラクターがなければ成立しなかったと言えるだろう。 一方で、バラエティ番組などで見せる姿からは想像のつかない真剣な眼差しも見てきた。かつて放送されたドキュメンタリー番組では、騎士が主演を務めた舞台の裏側に密着。そこに映っていたのは、目の前の仕事にまっすぐに、そして集中しすぎと言っても過言ではないほど、真剣でひたむきな騎士の姿だった。騎士は2009年から芸能活動をスタート。 比較的早い段階からユニットメンバーとして活動したほか、先輩の舞台にも出演し、特にロングラン上演されてきた舞台、エンドラスショックシリーズでは、当時10代とはいえ体力的にもハードだったと明かしたほか、岸自らも先輩の背中を見て学んでいったことが、当時のインタビューから伝わってきた。回数を重ねるごとに成長していく姿は、すがすがしいものがあった。 若手の誰もが出演できる舞台ではないだけに、騎士が抜擢された理由は、後の彼の軌跡をたどると説得力が増していく。2013年に仮面ティーチャーでドラマ初出演を果たし、翌年にはドラマ近距離恋愛からシーズンゼロからにも出演。2015年にはお兄ちゃん、ガチャ、いずれも日本テレビ系で連続ドラマ初主演、W 主演。 と、俳優としても着実に作品を積み重ねていく。2019年、2020年は帝国劇場で上演の舞台、ドリームボーイズ、デーザ長として劇場の0番に立つなど、着実にキャリアを積んできた。岸優太、神宮寺ン太平野ユの仕様との活動への期待の中でも俳優岸優太を深く印象づける作品は2000。 21年放送の月9ドラマナイトドクター富士テレビ系で演じた研修医深沢新役がその一つその一つ。第一話から主演級の存在感を発揮した。ナチュラルな芝居で視聴者に親近感をもたらすのも騎士の芝居の特徴だ。 映画初主演を果たした映画 g メン2023年8月公開で演じた門松勝田はまさにハマり役で撮影当時26歳でありながらも高校生にしか見えないほど完璧に演じ切った。一見すると普通の高校生だが素直さと正義感、優しさと強さ、胸に熱いものをたぎらせる勝田を騎士は触れずに演じたのだった。 また、騎士の愛されっぷりは共演者のみならずスタッフからも、劇場で販売されたパンフレットでは騎士の作品へのリスペクト、自身の演じた勝田を筆頭にキャスト陣への愛情が伝わってきた。騎士がいるところに笑いありというほどに見る者に笑いをもたらし明るい気持ちにさせてくれるが単なるいじられキャラではないのは彼の持つひたむきな姿勢があるからではないだろうか。 持ち前の愛らしい性格に加えて、歌唱力、ダンススキルなど努力に努力を重ね、積み上げてきた揺るがない実力。ダンスは柔らかさと綺麗、指の先まで意識した様子で、ただでさえ綺麗な手がより美しさを増して目を奪われる。歌声も伸びやかで安定した歌唱力を誇り、気持ちを乗せた歌唱は、聴いていると情景がありありと浮かぶほど、 トークでは笑いを、芝居では応援したくなる親しみを。歌にダンス、トーク、そして芝居をする姿をこの先も見ていたいと思わせるものがあるのだ。G メンの勝田役でも見せたように、目にぐっと力を宿した、ただものではないオーラを放つ姿をこれからも見ていたい。神宮寺雄太、平野耀とのグループ活動。 そして、それと並行して、どんな活躍を見せてくれるのか、これからの騎士が楽しみだ。ゆずつきひろみ。